1> 第1回勝運賞高波で勝利船山クラウンド騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、まずはゴールですけど、どうだったんでしょうか？あの入ってないと思って、そっからあー出ました。入ってて良かったです。<laughs> もうやっぱりあの止まった時、うん。やっぱりどうどうなんだ？って感じだったんですか？そうですね。あのまあ、あのゴールバンすぐそばにあるんで入ってないと思って。 あ、あって思いました。<laughs> ただ入ってた。その後なんかうん馬がなんかバイキさせる時にちょっとずれて入ったみたいなんだけど、良かったです、はい。あの、この馬は前回も止まってっていう形でしたよね？そのあたり対策とかあったんでしょうか？そうですね。あの、自分でゴールしちゃうんで、ゴールを攻め、まで先に先に行って伸ばして、まだまだゴールじゃないっていう風にしてやってみました。<laughs> 今回レース展開などはどうだったんでしょうか？ そうですね、あのー、初めて積む荷物だし重傷も初めてなんで、まあ、流れにうまく、鼻は走るんでうまく流れに乗れていければいいいなと思いました。道中は各馬、一戦の状況で結構駆け引きなどもあったんじゃないでしょうか割と先手は取れるんですけどやっぱゴール前がちょっと不安だったんでちょっと勢い入れ入れ。 他の馬よりも余分に息入れればいいなと思いました 2> 第2照会から降りてからその辺りはどうううだったんででしょうかそうですねちょっと山の下でちょっと焦ってしまったんですけど、うん、降りてからはいい足を使ってスパッと行ってくれたんでいい感じでしたまさか止まるとはっていうふうに思うような足色だったと思うんですけどその辺りはどうだったんですかね。 そうですね手応えはいい感じだったんですけどまあでもとまあ前回、前々回とずっと止まってるんでどっかで止まるんだろうなと思って準備はししていましたそれはあの体力面とかそういうところではなくてそうですね、馬もまだ幼いところもあるんでそういうところもあると思いますこの馬の将来性に向かってはどうでしょう。そうですね馬ももいいし鼻も 山も降りてもいいんで、将来よくよく期待できる馬になると思います。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。えっとこれからも頑張っていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。船山クラウンド騎士です。大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございます。 以上をもちまして、勝ち前杯第一回勝運賞勝利ジョッキーインタビューでした。皆様、ありがとうございました。